オラー皆さん、こんにちは、トミカツでーす。すいませんでした。今日はね、もうハイテンションでいきたいと思います。パデルラケットのことについてお話ししていきたいと思います。パデルラケットには決まり事とかちゃんとあるんで、僕もね、経験あるんですけど、周りの人にね、ラケットのことについて、聞かれてわからないとか、多分決まりあるんじゃないかなとかね、すごい経験があるんで、これを機会に、皆さんも、このパデルラケットについて勉強していただいて、聞かれても、もう、トミカズのチャンネル見たから、もう答えれるっていうようにしといてください。では、レッツお勉強と思います。まず、1個目。紐についてです。パデルラケットは必ずすべてのラケットに紐がついています。で、この紐に、紐もちゃんと規定があるんですよ。もうただ紐がついてるだけじゃなくてね、この紐、最長35センチ、そして非伸縮性の素材で必ず作られております。いいですか？で、ここで気をつけてほしいのが、この紐が切れたり使えない状態で試合には出れないので、気をつけてくださいね。一本しか持っていない方。もうこれが切れちゃった。でも一本しか持ってない。どうしよう。出れないです。切れる切れないは、もう正直わかんないから、しょうがないけど、2本以上持っておくことをおすすめします。で、あと、この試合に出れないっていうところで、言うと、紐もそうなんだけど、ラケットも壊れたら、出れないんですよ。ひびが入ったりとか、少し割れたりとか、そういうことでは、このラケットでは、出れます。はい。ただ、この危険に及ぼすとか、そういうラケットの割れ方をしたものに関しては、これも試合に出れないので、注意してください。次行きまーす。はい。パデルラケットの長さについてです。で、パデルラケットは大きく分けて2つの構成で作られています。ヘッドの部分とグリップの部分で作られています。それぞれにも長さの、規定はあるのですが、グリップと、ヘッドの部分の合計が最長 45.5 センチまでとなっております。いいですか？この幅について、幅も規定があるんですね。最長38ミリまでなっております。見えるかな？この穴ありますよね。これについても規定がある。そう。まず穴の大きさに関しては9ミリから13ミリまでの大きさで作られております。穴の数に関しては無制限で作られます。まあ、穴がある理由としては、このスイングのしやすさだったり、穴がないラケットっていうのはもう非常になんか人間の力では触れないような重さなんですね。でも穴開けすぎてもね、めちゃくちゃすぐ壊れちゃったりするから、まあ、考えられて作られてるんですけど。まあ、ということでね、短い動画だったんですけど、この紐、そして長さ、穴、幅についてお話をしてきました。このね、動画が、役に立ったよとか、勉強になったよとかいう方は、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では、チャオチャオ。